田中修太、田中修太、田中修太、1977年2月23日隊は、神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手、内野手、右投げ左だ。1995年から2009年まで、阪神隊ナース一筋で、選手活動していた。2003年から、現役引退までの登録名は、修太。父は、 第55回都市対抗野球大会優勝、日産自動車公式野球部元監督、第28回アイブフワールドカップ日本、代表監督の田中久幸、1947年6月24日から2006年9月29日。現在は、阪神タイガース九州担当スカウト、小学校卒業までは、横浜に住んでいたが、 父が日産自動車九州監督に就任したのに伴い、中学校入学と同時に福岡県北九州市に移住。その後、父の母校でもある熊本工業高校に進学。このため、選手名館のプロフィールなどで熊本県出身としているものがある。後に、中日ドラゴンズに入団する荒木正宏は、高校の一年後輩でに勇敢を組んでいた。 三年次のに第66回選抜高等学校野球大会へ出場。一回戦の姫路高専に3番遊撃手として先発出場し、6回表選抜高等学校野球大会通算1万得点目のフォームを踏んだ。ただし、試合は2から6で敗れた。また、日本代表メンバーとして日本キューバ選手権にも出場した。 同年秋のドラフト3位で阪神タイガースに入団。背番号は、当時6をつけていた和田豊かに憧れ60を選んだ。2は、アメリカ合衆国のルーキーリーグに留学し、スイッチヒッターの練習を積んだ。4年目のまで1軍出場4試合、2打数無安打にとどまっていたが、の対広島戦で、センターオーバーのサヨナラ安打を放ったのを機に2番打者に定着し、 チームトップの15盗塁を記録。は8番遊撃手で開幕スタメンを勝ち取ったが、遊撃手としては、失策が多く、大阪近鉄バファーローズから移籍した吉田剛がいたため、レギュラー定着には至らなかった。2、監督の野村克也が、俊足選手7人を、海一セブンを提唱したが、野村曰く入れ忘れたということで、後日シュータを含め、 第1一エイトに訂正されたことがあった。同年は、藤本厚志、沖原義則ら新人が起用されることが多く、成績を落とした。2、背番号を零0に変更。前年と同じく、藤本、沖原、関本健太郎らと遊撃手のレギュラー争いに終始するが、内外や複数のポジションにつき、飛躍的な守備の向上を見せるなど成績はやや、復調した。 2、日本ハムファイターズから移籍した田中里氏との混同を避けるため、登録名をシュートに変更。藤本が遊撃手レギュラーとなりスタメン出場の機会は減少したが、失策数は0となり、全試合でベンチ入りをした。同年阪神は18年ぶりのリング優勝を果たし、TV 特番に同い年の藤本と、 同学年の赤星のりひろらと同席して出演した際には入団してすぐに優勝。いかがですかと聞かれ、僕、長いこといるんですけどねえと苦笑した。以降は一軍出場機会が激減。2004年シーズンは主にダイソー、守備固めとして起用され、8月21日の対、ヤクルト戦では延長12回に決勝本塁打を打ったが、同年のアンダは、 この一本に終わった。オフに契約公開の席で、器用の不公平さを訴えて、トレード志願し、福岡大ーホークスが獲得に動いたが、最終的には残留。は、関本の台頭で控えに回った藤本が、守備固めやダイソーで出場することが多く、出場機会がさらに減少して、シーズンのほとんど鬼軍で過ごす。9月下旬に一軍昇格し、 鳥谷隆氏が故障した影響で9月29日の対広島戦では約2年半ぶりとなる遊撃守備についた。10月1日の対横浜戦、横浜スタジアムでは4年ぶりのスタメン出場を果たしたが5回裏の遊撃守備でミスを連発。一軍公式戦では5年ぶりの失策を記録したことをきっかけに失点を招いたため、先発投手の下柳剛が 地面にグラブを叩きつけて怒りをあらわにする事態に至ったつまびらか口実はダイソーや守備固めでの起用がほとんどで4年ぶりの打点を記録したものの4年連続無安打に終わった同年の CS では前3試合にベンチ入りしたものの出場機会はなかった契約公開で来年ダメなら自分から辞めると翌年は排水の陣で挑む決意を明らかにした しかしは一軍に昇格することができず、9月18日の記者会見で一軍の戦力になれず、家族や片岡敦氏にも相談して8月中旬に引退を決意したと語り、現役引退を表明。9月23日、引退試合となったウエスタンリーグ公式戦最終戦の対ソフトバンク戦では二軍戦としては、異例の7000人を超える観客が集まった中でに、 アンダを放ち活躍。試合終了後、引退セレモニーとチームメイトによる胴上げの後、二塁から全力疾走でホームへヘッドスライディングで駆け込むパフォーマンスを見せた。現役引退後は、阪神タイガースの球団職員へ転じるとともに、二軍コーチとして現場に復帰した長尾康則の公認扱いで、九州地区担当のスカウトに就任。就任一年目の2010年には、 第92回全国高等学校野球選手権大会の1回戦を新人スカウトの目で評価したコラム、走れ、シュータをデイリースポーツに連載していた。その後は九州地区担当スカウトとして福岡県に駐在。自身と同じ九州出身の中谷正宏、松田良馬、横田慎太郎、梅野隆太郎や他地方の出身で、 九州のチームに所属していた、竹安大地の入団に尽くしている。父の田中久幸、2006年9月29日没は、社会人野球の日産自動車、日産自動車九州及び、熊本工業高校各野球部の監督、妹の田中美也子はゴルファーで、2009年度日本女子、プロゴルフ協会プロテスト合格した。チームズのムードメーカーであり、 選手への気配りも上手かった。特に、阪神に途中入団した、同世代の新井隆弘、金村赤月にはチームに早く溶け込むためにほぼ、月きりで世話を焼いていた。この二人に加え、赤星、福原忍といった1976年生まれの、選手たちが、松坂世代といった言葉に対し、僕らは終タ世代というほど、面倒見のいい人気者だった。同期入団で後に、 大阪近鉄バファローズへ移籍した北川博都氏からは、ー太さん近鉄で待ってますと、テレビ番組で言われたことがある。同じく同期入団で近鉄へ移籍した山村博樹とは入団当初から仲が良く、互いに親友と呼び合う中、アメリカ留学に同行した足立友次郎とは、足立の引退後も親交があり、足立が経営する、店、ロチョットボールに、 たびたび選手を連れて顔を出していた。現役時代の2007年に遊撃守備のミスで下柳を激怒させたシーンは伝説のチンプレーシュータ事件として現在でもメディアやインターネットでたびたび取り上げられている。下柳が現役引退を経て臨時投手コーチとして参加していた二千十六年阪神一軍春季キャンプの紅白戦二月十一日では投手陣と や主人の練習免除をかけたファンサービスとして、下柳と金本智明監督による三打席対決が実現。すでにスカウトとして活動していたシュータは、現役時代の後期と同じ、背番号00のユニフォーム姿で対決前のノックに現れると、下柳と共に上記のシーンを再現した。瞬速に加え果敢なヘッドスライディングが持ち味のダイソー。 バントやスクイズといった小技が評価されての代打、また、内野3ポジションに加えが癒しも務める、ユーティリティープレイヤーであることを活かした、スーパーサブとして活躍した。試合中、積極的に声を出す、ムードメーカーでもあった。このように高い水準での器用さを備えていたものの、一方でここ一番の大事な場面でミスを犯すことが、多々あった。自身の引退試合においても、 にあんなを放って、攻守も見せたが、最終回に、敵時失策を犯して決勝点を許すなど、波乱の幕締めとなった。初打席から引退までに1000回以上1、軍公式戦の打席に立っているが、一度も支給を受けたことがない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。